んなに青い綺麗な部屋が瓦礫の山でいっぱいになった時は唖然といたしまして天を仰いでいました。すべて完成した有様を見た時には本当に地域の農業者はもとより私どもも一体この復旧には何がかかるんだろうかと途方に暮れる思いでありました。被災地の復興なくして日本の再生なし、その未来への責任を私は総理大臣として果たしてまいります。明るい日差しが見え始め、復興への希望が湧いてきております。皆さんとその団地で交流を深めて明るく笑って生活できるように自分でしたいなと思っています。場所が決められると、少しは落ち着くかなと思って。こんな街が私は大好きで、いち早く戻ってきた一人です。一人の町民でも市長に向けてる気持ちが少しでも前向きになれるようにここをオープンしております。1年と3ヶ月経ちましたが、大変な盛況で始めてよかったという声を聞いてございます。美味しい宝物を作ってますので、皆さんどんどん買っていただけるように。16種類とても大丈夫です。ハバとかあとサワラとか。もう一度福島の方で再生しようという形で、震災後半年で東京の方ができるようになり、源泉の方にビニールハウスをつけていただいて、福島にある地元の企業としてのやっぱ使命として、こちらの再生可能エネルギー関連製品一大のビジネスとして、今後はですね、国内だけではなくできれば海外も含めて輸出することを考えていきたいと思っております。この3年間で30回近く被災地に足を運んできました。被災地の皆さんのふるさとへの情熱、それが大きな力となって復興は確実に前進している。被災地を訪問するたび、そう強く実感しています。被災地の皆さんの熱い思いを私たちはこれからも全力で応援してまいります。